チャレンジカップは日本中央競馬会が阪神競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。1950年に4歳以上の馬による重賞競争としてチャレンジカップの名称で創設。1953年に朝日新聞社からの小規像を受けて朝日チャレンジカップと解消され、以来長らくこの名称で定着していたが、2014年より、 朝日杯フューチュリティステークスの試行場が中山競馬場から阪神競馬場へ移されたことに伴い、名称は創設時のチャレンジカップに戻された。距離は第2回まで芝2400メートルで行われたが、1952年より2000メートルに変更。負担重量や開催時期は幾度か変更され、2012年から2016年は、 芝千八百メートルのハンデ線で12月に行われているが、2017年より中距離、競争体系の整備に伴い芝二千メートルに変更されるとともに別停線となった。外国サンバは1978年から1983年まで、および1993年から2004年まで、 今後競争として出走が可能になったほか、1997年から地方競馬所属馬が出走可能になった。2005年から国際競争となり、外国馬も出走可能になった。以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、別、定2020年の一着賞金は4100万円で、 以下2着1600万円、3着1000万円、4着620万円、5着410万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第1回から第3回、及び第65回以降がチャレンジカップ。第4回から第64回は朝日チャレンジカップ。 各界競争結果の出展、ありがとうございます。